ロベルト・エラスは、スペイン・ベハル出身の元自転車競技選手。1996年にケルメと契約を結んで、プロ選手となる。1997年、ブエルタ・エスパーニャに初出場し、総合5位となり、その後もブエルタでは、1998年総合6位、1999年総合3位と、常に上位へと食い込む。 また99年のジロでイタリアでも総合6位に入っている。2000年ツールドフランスに初出場し総合5位に入る。そして同年のブエルタでは第14ステージで総合首位に立ち、最後はアンヘル・カセーロに2分33秒の差をつけて待望の総合優勝を果たした。山岳コースで力強い走りを見せるエラスは 20世紀終盤から21世紀序盤にかけてグランツールでは欠かせぬ顔として君臨していく。2001年、ランス・アームストロング擁する US ポスタルサービスへと移籍。得意の山岳コースで力強い走りを披露してアームストロングを強力にサポートした。以後2003年まで US ポスタルに在籍するがエラスの力強い走りは1回のアシスト役としては もったいないという見方もされるようになり、翌2004年のリベルティセグロス遺跡につながっていく。同年のブエルタにおいて、エラスは石泥のザルと激しく前をおろ争いを演じ、第20ステージの個人タイムトライアルでのザルを逆転し、最後は2度目の総合優勝を飾るが、のザルとのタイム差は28秒と、わずかなものだった。リベルティセグロスに遺跡した2004年、前年のブエルタで、 激しい首位争いを演じたノザルもこの年、音声からリベルティに移籍したことで、チームメイトとなるが、今度はノザルのサポートを受け、第12ステージで、フロイド・ランディスから、マイオ・オーローを奪うと、最後は、サンティアゴ・ペレスの追撃を30秒差し軸けて3度目の、総合優勝を飾った。2005年、ブエルタ連覇記録としては、トニー・ロミンゲルと並ぶ3連覇、そして、 最多優勝記録としては、ロミンゲルを上回る4回目の制覇をキスエラスは、序盤からデニス・メンショフと総合主位争いを繰り広げ、第6ステージでは総合主位に立った。第9ステージではメンショフにマイオオロを奪われるものの、第15ステージで再びダッシュ。その後はメンショフを引き離し、最後は4分36秒の差をメンショフにつけ、 ついに史上最多のブエルタ4回目の制覇を果たしたかに思われた。ところが、エラスの体内からエリスロポエチンが検出され、その結果エラスは失格。免職の繰り上がり優勝となった。その後、禁止薬物を使用し、発覚した選手は UCI プロツアーチームには2年間在籍できないという、ルールによりエラスは事実上の引退状態に追い込まれたが、二千七年末。 正式に引退を表明した。2012年12月21日、スペイン最高裁判所は、ドーピング検査の手続きに不適切があった、というエラスの訴えを認め、2005年の、ブエルタ優勝の剥奪処分を取り消し、再びエラスを優勝とする判決を下した。ありがとうございます。